皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画なんですけれど、今年の春の入試を振り返ってみて、この入試の中で受験生の志望高校の選び方、これに変化が出てきてるんじゃないかなとこう感じたので、そのお話をします。今年2月3月の入試を分析してみますと、この受験生の志望校選び変化が出てきていると、これを感じました。昨年までは少しずつですけど、私立高校単眼受験者の数が増えていました。でも今年は公立高校を目指す生徒の割合、これが増えていました。その理由として考えられるのが、県の教育委員会が示す静岡県立高等学校の在り方に関する基本方針、この基本方針への取り組み、この効果が出てきたんじゃないかなとこう思います。これは公立高校の学校説明会に参加した時、そういう時にも私が感じていたことです。基本方針の4番に基本方針の方向性、これがあります。これ学力とか知名度だけで高等学校を選択するのではなくて、将来の目標とか学びたい内容、そして身につけたい力を考えた上で自らが行きたい、そういう学校を選択できる、そういう仕組みが必要である、このように言っています。つまりその学校で何が学べて、ね、何が身につくのか、そしてそれが自分の将来にどんな関わりがあるのか、これらの2つ、これを分かるようにすることで志望校を選ばせると、そういう方向性を示しているんですね。5番の取り組みの基本的視点、これでは行ける学校から行きたい学校、この変革を挙げています。で、中学生が主体的に高等学校、これを選択できるように ICT、 これを使って学校の魅力を分かりやすく発信すると。そして中学生や保護者、中学校の教員に対して、これも大切ですよね、進路実績や部活動以外、この部分について高等学校で実践している特徴的な活動、地域との連帯による探究学習など、興味関心を呼ぶ学習環境面について積極的にアピールして魅力を発信していきましょうと、こう言ってるんですね。ついつい私たちは、あ、この高校に行くと大学はどんな大学に行くとか、この学校だと専門学校かなとか、そういうふうな部分に目を向けがちなんですけど、そうじゃなくて、ね、魅力はこの進路実績とか部活動以外の部分、そういう部分で魅力をどんどん発信して行きたい学校、ね、そういう部分をアピールしなさい、こう言っています。静岡県立高校の在り方に関する基本方針、これに沿った生徒募集の取り組みによって、各高校の魅力が上手にアピールできたんじゃないかなと、生徒や保護者とか中学校の先生が、その高校がどんな高校なのか、どんな魅力があるのか、どんなことをやってるのか、これが分かりやすくなった。これはここのパンフレットとか説明会のレジュメ、または説明会での先生方の説明ですね、これに表れています。まだ高校のパンフレットは大きく変化していないんですけど、これから新しくなるパンフレットにはきっとその効果が現れてくると思います。このため少しではありますけれど、今年の春の入試でその効果が出てきたんじゃないかなと、私はこう思いました。今回は高校受験志望校選びに変化というタイトルでお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。